はい、おはようございます。アンジです。今日もですね、動画を見ていただき本当にありがとうございます。前回ですね、僕がですね、花粉症対策、アレルギー性鼻炎に、対応する施術方法をですね、人形の頭を使って、顔を使ってですね、解説していきました。で、その時にですね、2つあるってお話をしたと思うんですけども、その1つが前回の施術動画です。やり方ですね、その話をしました。で、今回はですね、この炭酸生体に使う水っていうことなんですね。そのことをちょっと僕解説していきたいと思います。今まで僕はですね、この炭酸生体をやりだして、4年、まあ、丸4年経とうとして5年目になるんですけども、実際ですね、僕もその水っていうものをこの中に入れてる水のことなんですね。で、ガスはまあまあ普通の市販されているガスというかですね、生ビールとかで使っているガスと一緒なんですが、この使う水について僕はいろいろこう試行錯誤していました。はい。でですね、なぜかというと、この水がもっとその、皮膚浸透であったり栄養濃度の高い水使ったりとか、アロマ水を使って、リラックス効果させるとか、まあまあ今流行っている水素水を使ったらどうかとか、いろんなことをやったんですけども、今回一番しっくりきているのが今使っているミネラルの、たくさん入った水です。で、この水を使うと何が起こるかというとですね、人間のその必要な足らない栄養素をですね、この皮膚から浸透させて、毛細血管にも栄養素、栄養分ですね、その分が供給されるっていうことが、もしかしたらあるのかなと思ったんですね。で、実際考えてみたら、炭酸ガスと、まあ、皮膚から浸透する血管に入らなくても皮膚からいいものを取り入れれるっていうことが、気づいたんですね。なぜかというと、炭酸を吹きかけたら、やっぱお肌が柔らかくなる。この皮膚感が柔らかくなるんですね。突っ張りがなくなるとか、いえば弾力が出るってよく言われるんですけども、僕はそこにちょっとポイントとして考えたのが、その水を変えたらどうかなと思ったんですね。で、ある人は、深層水を使ったら、よかったよとか、水素水を使ったらよかったっておっしゃられる方も先生なんかでおられるんですけど、僕は、この今ミネラルのたくさん入った水を使っております。で、実際のもとですね、非常にまずいです。まずいですけども、ようやく口に逃がしていうぐらいですね、非常に鉄の味がするぐらいすごいまずいんですけども、これを実際自分が飲んでてですね、自分の花粉症が治っちゃったんですね。治ることっていうか、体質が変わってきてると僕は判断してます。でですね、それを、皮膚からかけると、どうなるかってことなんですね。まさに、口から飲んで胃に通るよりも皮膚から直接浸透する方が、効果があると言われてます。その水を使うことによって、今回ですね、この水を変えることによって、花粉症が、今出ておりません。ありがたい話です。はい。まあですね、その水のことをですね、詳しく、こう聞きたいとかですね、気になるっていう方がおられたら、またですね、メッセージいただけたら、僕もですね、細かい話をしていきたいと思いますので、ぜひ質問お待ちしております。はい。今日はですね、こんな感じで動画終わりたいと思います。また次回お会いしましょう。さよなら。